はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、ゲットレディウィズミーみたいな感じでちょっとね、準備していこうかなというふうに思うんですけど、皆さん、ついに今年もあのシーズンがやってまいりました。みんな大好きなホリデーコレクションのシーズンが到来しています。もう結構いろんなブランドさんからホリデーコレクション発表されてると思うんですけど、もうすでに売られているものもあると思うんですが、今日はですね、そんな中から私も毎年毎年本当にお世話になっているマックさんのホリデーコレクションを使ってメイクをやっていきたいと思います。もうね、本当に可愛いんですよ。マックのホリデーコレクションはいつも結構目玉のあのリップのセットがあったりとか、もちろん中身も可愛いんですけど、パッケージもすごく可愛くて、今年もね、めっちゃ可愛いクリスマスコフレが登場しているので、それをね、みんなにちょっと紹介していきながら実際に使ってメイクもしていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速やっていくんですけど、すでにベースメイクと眉毛は仕上げてあります。なのでアイシャドウからやっていこうと思います。今回のそのマックのホリデーコレクションがですね、アイシャドウがじゃん、こんな感じです。超可愛くないですか。なんか今回のマックのホリデーコレクションはバブルリボンみたいな、泡とリボンが結構テーマになったホリデーコレクションで、バブルズ&ボー、パッケージもね、わかるかな、この中にちょっとこう泡っぽいのがババババンって入っていて、でここにリボンがついてて超可愛いんです、本当に。で今回このクリスマスコイルなんですけど、マックさんからご提供いただきまして、まず1個目がこんな感じの、本当にもう使いやすいようなベーシックカラーが揃ったスパークリングワインスプラッシュっていうカラーリングになります。超可愛いね。なんかこの真ん中がね、結構私的にはキーな感じのカラーかなって思ってるんですけど、パープルのアイシャドウなんですけど、ラメで結構いろんなカラーが入っていて、すごい不思議なカラーなんですよね。可愛い、めっちゃ。でこのブラックのアイシャドウはゴールドのラメが入ってたりとかして、これも絶対可愛い。もう一個がじゃじゃん、こちらです。こっちも超可愛いんですよ。リーガルローズっていうカラーリングになります。やっぱこの真ん中の水色がキーカラーで可愛いですよね。ということで今日はちょっとこれを使ってメイクをしていこうと思います。じゃあまずベースにこのカラーを塗っていこうかな。ちょっとピンクがかったブラウン、これを塗っていきます。だいぶ髪色も落ちてきまして、ピンクブラウンっぽくなってきたので、このカラーが結構マッチすると思う。うん、かわいい、発色もいいし。で今日はちなみにですね、そのマックのホリデーコレクションのイベントがあるんですけど、それにご招待いただいているので、そこにも行ってきます。超楽しみ。本当に今回世界観がめっちゃかわいいから、どんなイベントなのかとドキドキしています。もしなんか会場の様子とかも YouTube してそうだったら、ちょっと撮ってこようかな。もうこれだけでもメインになりそうなカラーですね。ナチュラルなメイクの時はこれ1個で仕上げても良さそうなぐらいの可愛いカラーです。でどうしようかな。私こっちのね、この色がすごい気になってて、なんかなんて言うんだろうか、めっちゃ可愛いカラーなんですよ。これブルーのラメが入ってて、ベースはちょっとローズゴールドみたいな感じの色なんですけど、ブルーのラメとかちょっとパープルっぽいラメも入ってて、めっちゃ可愛いんですよ。これ真ん中にちょっと乗せて、それを広げる感じでやっていくかな。あ、めっちゃ綺麗。こういう感じの引き方ね、結構なんかメタリックっぽいというか、なんて言うんだろう、こう角度でキランと輝いてくれるような感じのつき方、かわいい。これ結構まぶた全体に広げてもいいかも。本当に角度によって見える感じだから、全体的に広げてもしつこくないかも。ごめんなさい、ちょっと前髪が邪魔だったので巻いてきました。こっち側も塗っていきます。めっちゃかわいいですね、この色。いい感じです。この色をちょっと使ってみようかな。ネイビーなのかな、これは。紫っぽくも見えるんですけど、ネイビーっぽくも見える。この締め色、これをちょっとね、目尻のところに入れてみようと思います。あんまりこういうカラー使わないから新鮮かも。あ、かわいい。結構紫っぽいかもね、どっちかっていうと。かわいい色。さっき塗ったラメのアイシャドウと相性いいですね。今日ちょっとデニムのセットアップを着てるので、デニムとも相性良さそうな感じで、濃いめのカラーを使ってみました。うん、いい感じ。はい、ではちょっと下まぶたにも締め色を入れたいんですけど、下まぶた今と同じカラーでやるとちょっとスモーキーすぎちゃうかなと思ったので、うちのパレットに戻ってこの色をちょっと使ってみようと思います。スモーキーなねメイクをするときはあれを使ってあげてもいいと思うんですけど、ちょっと今日は違う感じでいきたいなと思うので、このカラーを塗ってみます。うんうんうん、このカラーとも十分
染まりますね。一番最初にこっちのパレット使ってベースの色を入れているので、こっちのカラーで締め色使っていってもそんなに浮かずにメイクできるかなと。はい、じゃあこんな感じで今締め色目尻に入れれたんですけど、よし、ゴールドのアクセサリーをしていて、ちょっと今このメイクだとゴールドが浮いちゃってるような気がするので、下まぶたにこっちかな、こっちか、どうしようかな、こっち行ってみるか。こっちのゴールドのカラーを涙袋に入れていこうと思います。どうだろう、合うかな、挑戦系な感じなんですけど、一回やってみよう。あ、でも意外といけるかも。うん、かわいい。意外となんかゴールドとパープルっぽいカラーって相性が私的にはいい気がしてて、統一感求めるならやっぱりこう同じようなカラーでやっていってもいいと思うんですけど、カラーとカラーの組み合わせでメイクしたいっていう時とか、結構こういうゴールドとパープル系のカラーを使うと可愛くなるので、私は結構好きな組み合わせ。こんな感じ。最後にこのカラーを目頭に入れていこうと思います。私本当に唇の色なくないですか？すっぴんになったら血色悪すぎてびっくりするんですよ毎回。ハイライト的な感じでコンと入れてきます。よし、オッケー。アイシャドウはこんな感じで完成です。ちょっといろんなカラー使ってやってみました。最近本当に急に涼しくなって、涼しいというかもう寒いか、結構ね冬を感じ始めてるんですよね。あ、そうだ、てかみんな冬ってどんなアウター着ます？私結構ダウンを着ちゃうことが多くて、もう寒くて普通にファッションのあれとしてすごい好きなのでよく着るんですけど、自分でブランドやっててダウンどうしても作りたくて、今年ダウンを作りました。で、この前のポップアップやった時にまだあれサンプルの状態で発売の日も決まっていなかったので予約とかは切れなかったんですけど、とりあえずみんなに試着だけでもしてもらおうと思って、ほぼほぼ形決まってたので店頭に置いてみんなに試着してもらったりとかしてたんですけど、本当にすごい大好評で、また後でも詳しくねこだわりポイントとか紹介しようと思うんですけど、このダウンがねもうそろそろ発売するので皆さんぜひチェックしてください。すごい気になってきてくれてる方が多くて、こう毎日のようにダウンいつ発売ですかとか、あのダウンが気になって他のダウン買えないので早く出してくださいっていうありがたい言葉をねいただいてたんですけど、これ上がってる頃にはもう発売開始してるかもしれないですけど、もうそろそろ発売になるのでぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。ブラックとねホワイトの2色展開 で結構ポップアップではホワイトが人気なのかなって思いましたけど、どうなんだろう。ブラックもねほんと使いやすくて一つは持っておきたいアイテムなので、やっぱホワイトもね可愛いですよね。やっぱなんか結構おしゃれに見える気がする、オールホワイトみたいな感じで、でも可愛いしデニムとかともね合わせてもすごい可愛いし、私冬のオールホワイトがめちゃめちゃ好きなんですよね。やっぱ冬ってどうしても洋服暗くなりがちだと思うから、目立つというか可愛く見えるというか、あ、でもねやっぱ汚れがね気になっちゃいますよね、そこがあれだけどでも可愛いみたいな本当に最新の注意を払ってっていう感じで私もいつも着てるけど、もうなんかもう一回汚れちゃったら気にしないみたいな、悪いけどちょっとダメですよね本当こういうところ。最近ちょっとまたマツコの調子が悪くなってきちゃったてか今日顔がむくみすぎている私的に、でもその原因はね本当に分かってるんですよ、自分が悪いんですけど、まあ、今ちょっと生理前っていうのもあって、まあ、生理前ちょっと言い訳にしちゃうんですけど、食欲もやばいんですけど眠気もやばくて、生理前とか生理中とかなんか本当眠気やばくないですか？そうで、もう昨日その欲が同タイミングで来ちゃって、何時だったかなあれ、12時ぐらいにめっちゃお腹空いちゃって、でご飯食べて、ご飯食べたらもう超眠たくなって何もやる気も起きなくなってしまって、お風呂も入らずにソファーで爆睡してました。メイクだけはしっかり落として、でもお風呂明日の朝でいいやと思って、そのまま食べてもほんとすぐ寝ちゃったから、それによりむくみがやばいです。むくみってどうしたらなくなるんだ、一番むくみに効く方法が結果何なのか知りたいんですよね私的に。なんかいろいろ言われてるじゃないですか、やっぱお水たくさん飲むといいよとか、お水は結構飲んでる気がするんですよ。でもすごいむくみやすくて、私これやったらもう撃退できるみたいな、知りたい。もう全身のむくみを一回ガチで撮ってみたいんですよね。あ、でもなんかたまにツイッターとかでも見かける梅流しだっけ、なんだっけ、大根と梅を煮たやつを食べるみたいな、
あれとかってむくみには効かないのかな。多分一回腸をリセットするみたいな感じじゃないですか、多分あれって。あれむくみとかは違うのかな、また。あれとかちょっとやってみたいですね。やったことある人いますかな、いますかね。なんか友達が一回やったらしいんですけど、マジやばいよあれって言ってて。食べてる最中からもうお手洗い行きたくてみたいな言ってて。そんなに効くのって思ってるんですけど、私はちょっとまだやったことないから。でもなんか本当にやばいから、何も予定がない時とかにやった方がいいよみたいなことも言ってるじゃないですか、結構みんな。ちょっと気になってるんですよね、あれ。やったことあるっていう方いたら教えてください、どんな感じだったのか気になる。最近私チークの入れ方をちょっと変えてるんですけど、今まで結構割となんかこう横サイドにこうがっつり私入れてたんですけど、最近はちょっとここの頬の笑って高くなるところに入れたりとかして見てる。さらに私は最近鼻にも入れる。日焼けっぽくも見えるし、夏は。冬はちょっとなんて言うんだろう、寒くて鼻のてっぺんが赤くなってるようにも見えるしみたいな。最近の私の鉄板メイク。はい、でまたちょっとクリスマスコフレに戻るんですけど、じゃん、ハイライトをこちらを使っていきます。エクストラディメンションスキンフィニッシュのバブリープリーズっていうカラーです。これも超可愛くて、リボンのモチーフが入っててすっごい可愛いんですよ。で絶対もうこれ綺麗じゃないですか。もう私わかるんです、マックのハイライト本当好きなんですけど、超可愛い。絶対これいきます。はい、はい、綺麗、はい、綺麗、可愛い。結構ゴールド系だからすごい馴染みがいい。さらに色味結構強いので主張激しそうに見えるかもですけど、意外と肌なじみ良くて割とナチュラルについてくれる気がする。でも重ねていけばいくほどどんどん輝きも出てくるので、好みで調節しやすそうな感じの色、こんな感じです。じゃあいよいよリップに移りたいと思います。やっぱり私はリップメイク大好きなのでテンションが上がるんですが、どうしようかな。で今回使っていくリップが、今年もですね、マックからとんでもなく可愛いリップセットが出てます。じゃん、可愛すぎないですか。ちょっとこれどうしよう、もうこんな感じで可愛いです。リボンになっててもうこれがね、開けるとじゃじゃーん、めっちゃ可愛くないですか。どうしよう、今日何でも合いそうじゃないですか。ヌード系でも合いそうだし、なんかパキッと赤でも可愛いし、ピンク系でも合いそうだし、このこれ気になりますよね。これも合いそう。うわぁ、可愛い。ブラック、なんだこれ、パープル、パープルかな。おすごい、結構紫だった。ちょっと一旦全部塗ってみようかな。やっぱこのミニサイズっていうのがいいですよね。持ち運びもしやすいし、普通のリップよりもやっぱり塗るところもちっちゃくなってるので細かいところも塗りやすいし、あ全部可愛い色だな。どうしようかな、悩んじゃうな。なんか変な塗り方になってる気がするちょっとすごい塗り方になっちゃった。こんな感じです。ごめんなさい、なんか分かりづらくて。こんな感じになりました。どの色がいいかな。それでも合いそうな気もするんですけれど、どうしようかな。これも可愛いですよね、合いそうな気がする。この色か、これかな、この色。Go with the flow か、Devoted to Chile ね。あ、これね。これ可愛いんですよね、めっちゃ。結構いつもこう Devoted to Chile は塗ったりすることがあるから、こっち塗ってみようかな。新しいカラーにチャレンジしてみようかしら。まず、この MAC のリップ下地を塗りますね。やっぱね、このリップ下地本当に優秀で、もちろん良くなるし、やっぱりやっぱり MAC のリップとの相性が本当に私はいい気がする。Go with the flow 塗ってみます。うん、かわいい。いい感じかもしれない。結構しっかりめになっちゃいますね。こんな感じでーす。どうでしょう。結構ピンク味の強いカラーだと思うんですけど。うん、かわいい。いい感じ。よし、じゃあこれでいこう今日。メイク完成しました。どうでしょう。ホリデーコレクションを使った。私なりのルックです。はい、じゃあ髪の毛やりたいんですけど、髪の毛ちょっと今悩んでいて、後ろで一つでまとめちゃうか、ハーフツインお団子的な感じでやってみるか迷ってて、まあ、でもちょっと今日そう、まあ、せっかくねイベントもあるし、ハーフツインお団子してみようかななんて思ってます。うまくできなかったら多分一つになると思うんですけど一回ちょっと挑戦してみようと思っております。とりあえず一旦ハーフツインして、こんな感じで、これで髪の毛をぐるぐるやりながら巻きつけていく。
爆発させよう。こう毛先とかはあえて残してみたいな感じで、こんな感じとか。この下三つ編みでも可愛いかもって思いました。あ、短すぎて、いやいや。ちょっと待って、短い。はい、ということでこんな感じでやってみました。どうでしょう。ちょっとね、ぐちゃぐちゃになっちゃってたので洗面台で綺麗にやってきました。ワックスもつけたりとかして綺麗にピシッとやって、ここのお団子も一回縛ってから三つ編みにして巻きつけてやってみました。毛先とかはあえてこうちょっと出したりとかしてツンツンさせて馬っぽい感じのお団子にしてます。余った髪の毛たちはこんな感じで三つ編みにしてます。ちょっといつもとは違った感じのヘアメイクになりました。この髪の毛結構可愛い気がする。どうでしょうか。コーディネート紹介しようと思います。このセットアップ、デニムのセットアップ、これがザラのやつです。ベアトップとミニスカのセットアップで、デザインがすごい可愛くて色合いもめっちゃ可愛いんですけど、ここにボタンがついてるんですよ。で、下にもボタンついてて、下もこれ今ベルトしちゃってるんですけど、ここにもボタンついてるっていう、ウエストデザインが4つあるっていう。それに合わせてシアトップ、ゆえみのシアトップを合わせました。ベージュカラーで使いやすいです。で、アウター、今日はこれを着てきます。じゃん。ちょっとさっきメイクしてる時にも話してたんですけど、このダウン、これまだちょっとサンプルの段階で、ただ変更点はちょっといろいろとあるんですが、そう、私がもうこだわり抜いたダウンを作りまして、これを今日は着ていきたいと思います。この後ポイントがですね、今回これ 2way になっておりまして、やっぱそこが一番大きいかなと思うんですけど、袖が取り外せちゃいます。やばくないですか。ダウンベストもめっちゃ着るんですよ。だったら最近よくこうデザイン的にも袖がこう取り入れるみたいなデザインが多くなってきてると思うんですけど、ダウンでも作っちゃおうと思って、ここにねチャックがついてるんですよ、袖に。なので一回このかぶさってるこれをちょっとこう一回開いて折ってもらうと取りやすいんですけど、一回バーンって開いてもらうとここにチャックが見えてくるので、これをピーッと取っちゃいます。するとなんと、じゃん、それだけ取れちゃいました。これはちなみにアームウォーマーとして使います。いや嘘。まあ使えるっちゃ使えるけど、多分使う人いないだろうなって感じの部品が出てきますね。で、まあちょっと今片っぽだけ取ったんですけど、取るとダウンベストみたいな感じで着ることもできます。これもね結構形こだわって作ったのですごい綺麗です。割と全体的にオーバーサイズの作りになっているので、結構こうブカッと着ることができます。なんか私はどっちかっていうとこうボワッと大きいシルエットで着るのがすごい好きなので、今回はまあそんな感じのシルエットで作りました。丈感も結構長めに作ってあって、こんな感じで着れます。袖も長めだし、ボリューミーであったかくて、で、あとこの首の部分ですかね、この首の部分を絶妙な丈感にしているので、首がね長く見える。これ本当になんかダウンってやっぱ防寒をメインとして着てることが多いので、ファッションとしてもすごい好きだけど、やっぱり首はちょっと長めがいいなと思ったんですけど、でも苦しいのも私すごい嫌で、詰まって見えるのも嫌だったので、まあ、ちょっとゆとりはあるんですけど、こんな感じで顔をうずめることもできるみたいな、そう、このぐらいの丈感にしているのでちょうどいいと思う。ここは独立してくれるので、チャック開けた時もこう立ってくれる感じ、折ることもできるんですけど、こうやってちょっと立たせて着ることもできるので、ここも気に入ってる。ゴムが入っててキュッてなるお袖のやつもあると思うんですけど、私はどっちかっていうとゆとりを持ってこう着れる感じのダウンの方が好きだったので、今回袖はこの形にしてます。これは本当ユニセックスで着れると思うので、作りも大きめだし、男性の方にも着ていただけるんじゃないかな。私のこの需要的に男性需要があるか分かんないんですけど、兼用でも使えるし、でホワイトとブラックあるので一緒に出歩くみたいな感じで着てもらえたらなお嬉しいな。で、ここにロゴがついてます。ロゴもただのホワイトじゃなくて、この間のところちょっとグレーにしたりとかしてて、そこも少しこだわってみましたっていう感じで、チャックもシルバーでね、そこがちょっとポイントになって可愛いです。で、
これ裾もちょっとだけ工夫があるんですけど、ドロストができるようになっているので、私的にはベストで着るときはちょっと裾広げてあげてゆったり着てあげて、ダウンで着るときはこうキュッて締めてあげてちょっとこうボワッと着てあげるのが可愛いかなと思います。まあそこはお好みなんですけど、あと裏がね、今ちょっとこれサンプルなのでまだできてないんですが、アベモアっていうロゴが入った総柄の裏地になります。裏がねグレーなんですけど、ホワイトも同じ色なんですけど、ここに総柄が入った裏地がつくので、そこもねこだわりました。なのでぜひこれはちょっとみんなに着てほしいな。形も本当に可愛いのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで長くなってしまったんですが準備が完了いたしました。でまだねお昼なんですけど、イベントは夜からあって夜行くんですが、その前にアパレルの打ち合わせがあるので、そっちに先に行ってからイベントに行きたいと思います。ということで行ってきます。まず一言、しなたん大好きです。ありがとうございます。はい、もう本当にあの久々に会えてちょっと泣きそうです。はい、本当にありがとうございます。後ほどまた会います。見てください皆さん、このデニム使いにもう可愛い。すいません、頑張ります。お願いします。とても大丈夫ですか。もう大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。ではチャオ。シャンパンからインスパイアされたダブルの感じと、あとはその甘すぎないリボンの世界を一緒にコラボレートした素敵なコレクションになりまして、ここをちょっとトレンドを取り入れてどういう風に、カスタマイズするかっていうところを皆さんにシェアできたらと思います。いつものベースにポイントにちょっとこう乗せるぐらいがいいと思います。ポンポンポンってできます。これがね、リップの5色入りで、大きいこのリップの色のイメージで、限定思考外れません、アクセサリー入れにお使いください。すごい可愛いめっちゃ可愛い。なんかこう、汗が出ちゃった。